はい、皆さんこんにちは、ひでぼうです。やちんです。はい、この間あれですよね、試合やちんさん見に行かれてましたよね。そうそう、今年関西でねあった試合が少なかったんで、マイレコボの2試合なんですけど、IBM 戦と野島戦で見てたんですよね。行きたかった。ちょっと僕ことごとく資格の試験とかとかぶって行けなかったですよね。仕方ないですよね。まあ、試合はね盛り上がったんですけれども、その野島戦の時に一人やったんですね、もちろん。あ、そうですね。そこだったんで。僕は行けなかったので。で、まあ試合に出て、でハーフタイムに入ったんで、席立とうと思ったら、X リーグの関係者の方がこっちに来られたんですね。なんかしたかなと思って。ちょっと怖いですねそれ。なんか悪口言ったっけと思って悪口はちょっと言ってるかもしれへんけどはい、はい、で名刺いただいて、でも私あの X2 と X3 の担当してるんですけどもってことで、以前あの朝日飲料と未来福岡の試合の動画を上げた時に、こういうことをしたいんですよってことを実態に書いたんですよね。あの試合観戦しながら、あれですね、僕らが言いたい放題言いながら見てる動画ですよね。そうそうそう、それを見てくれてたらしくって、そう、それで、まあ、よかったらうち X2、X3 の配信やってるんで、動画使ってもらえませんかっていうようなことをおっしゃってもらえたんですよ。すごいすごいでしょう。でもほら、僕らまで時間があんまり作れないんで、そうですね、全試合見るのは難しいんですよね。そうですね、あの学生とかね、 X1 のスーパーエリアとか NFL とかいろいろ見てる金山でなかなかね、ちょっと全部までたどり着いてないですもんね。まあ、フルタイムの仕事してるんでね、なかなか難しいんですよね。ということで考えました、こちら X2、X3 リーグのスーパープレー紹介しますということで、俺のタッチダウンを見てくれ、チームメイクのクビサックが最強、あのインターセプトはできながらあっぱれだ、そんなプレーを教えてくださいということですね。お、これはじゃあもう実際に選手の方とかから関係者の方とかから、そうですね、はい、まあ、選手、ファン、関係者、YouTube 見た人、どんな方でも結構なんで、情報をくださいってことですね。なるほど、これは面白そうですね。で、あの今 X2、X3 の Twitter でもいくつか紹介が上がってますけれども、それを改めて紹介してもらってもいいですし、別のプレイでも結構なんで、僕たちの、Twitter とか Instagram の DM の方までいただけたらと思います。そうですね、あのでプレイを結構見ながら、なんか僕らがね観客目線でわーって盛り上がるような感じに多分なると思うんですけど、まあまあ、あの広くねいろんな人に、あのそういう選手たちのことも伝えたいなと思うので、どんどん欲しいですね、情報。そうですね、はい。で、まあ具体的にどの試合の何分ぐらいのプレーなのかっていうのを教えていただけたらと思います。あと当人からのコメントがねあれば一番嬉しいと思います。で、今回なんですけれども、ご了承いただけたのが西日本の試合になるんですけれども、東日本の試合の方もご紹介できれたらと思いますので、あのご動画の方をご用意いただけたらと思います。選手たち自身がこうどういうところを見てほしいのかみたいなこともね聞けたら、僕らが気づかないこともねあるかもしれないでね。そうですね、マニアックなプレーとかでもいいですよね。あ、マニアックなプレーいいですね。なんかそういう表プレー裏プレーみたいなね、そういうの最高ですね。なんかもう僕戦術マニアなんでそんな大好きです。あとね、ラインオフェンスラインの選手がね、ここも調子してるやろみたいなねいいですね。まあ、なんか今ね結構 SNS とかでコーチの方もいろいろされてたりもするんで、ぜひコーチ目線でねご紹介いただけたら嬉しいですよね。はい、ということで、X2、X3 とのコラボ企画のご案内でした。はい、ぜひぜひ皆さん情報をお寄せいただけたら、たくさんご紹介できたらと思うのでよろしくお願いします。
はい、お願いします。